鳥居道の区僧社宮は宮城県多賀城市市川にある神社。道の区国僧社で旧社格は孫社。主催神は次の二柱。また、道の区国内三十一軍の式内社百社の神霊を合わせ祀る。古代国史には各国内の神社を巡拝する任務があった。これを効率化するため、各国の国府近くに国内の神を合祀した僧社を設け、 まとめて、祭祀を行うようになった。この姓は、平安時代に広まったものであるが、道の区国の僧者について、当時の記録はない。道の区国府の近く、僧者空と呼ばれていた当社を僧者に否定する説が、江戸時代から有力視されているが、当社で伝える、古記録は失われており明らかでない。なお、塩釜神社を僧者とする説があるほか、演技式神明帳に載る、 多賀神社を当社に否定する説もある。鎌倉時代には、道のクルス職に任じられて、留守生を名乗るようになった伊沢氏により数計を受け、再資料として三千ありの社地が寄進されたという。江戸時代になると、仙台藩初大藩主の伊達政宗による、領内寺社整備が行われ、高蓮寺末寺の市川山の上総院が別当として、おかれシャムが行われた。 宮城県神社名館によれば、宗社宮には、歴代藩主の尊数が厚く、心配大三などがあったという。明治維新後、明治4年10月に、近代社格制度において尊者に列した。明治41年に、木船神社など7社が合祀されたほか、大正12年8月には、新鮮兵白陵とも新神社に指定された。現在も安山守護、海上守護、都市徳、 武徳、大南予けの神として崇敬されている。社殿は本殿、拝殿からなる。境内には多賀城市の保存樹木が2本ある。道の草ジャグで年間に行われる祭事は次の通り。所在地交通アクセス。ありがとうございます。